他ありますか。どうぞ。はい、申し訳ありません。はい、審判の方です。ちょっとごめんなさい、細かいところなんですけど、今の話ちょっと若干関わるんですが、これいただいている公約だと追及するってあって、はい、いわゆるやめさせるっていうような書きぶりじゃないんですけれども、はい、当初おっしゃったみたいに、はい、投稿していきたいっていうところがあるので追及という形になっているんでしょうか。多分いろんな形があって国会でも追及することもあれば、もちろん、はい、普段そうですね。追及としての活動してもらえる、まだ NHK さんが否定しておられますので。追及という形、これは裁判のみならず、今、先週ちょうどこの1週間前には総務省の担当者に電話をしながらライブ放送で、そもそも総務省がおかしいんじゃないかとかいうことで、いろんな角度から追及をしていますので、もちろん追及をすれば弁護士法72条違反ということが明らかになるので、これ犯罪ですので、2年以下の懲役がありますので、自然とやめざるを得ないと。まあ、NHK がそれをやめることと、まあ、それにこれまでやってきたことに対する損害賠償をしっかりと国民に払っていただくということで、追及という言葉を使わせていただいています。これは当然、確認前ですけど、衆議院で、はい、当然した場合には当然追及をするという、もう一度受け止めればいいということですか。もちろんそうです、はい、当選した議員は当然それをもちろんやります。それ以外のことは当然やるんですけど、はい、それがメインになります。はい、あとごめんなさい、ちょっとさっき、お尋ねしたことの関係で、公約の関係、その他の公約のところにもホームページ拝見してるんですけれども、はい、基本政策っていうところに同じような文言で公約を掲げますってあるんですが、はい、それが先ほど NHK さんにあったスクランブル放送実現とかお金使わないっていうことをおっしゃってたと、はい、同じところだと思うんですが、はい、これはそのままその、今回打ち出しには出てないですけれども、はい、公約というふうに受け止めてよろしいんでしょうか。いや、あくまでも、ごめんなさいね、そこの受け止め、衆議院選挙に対する公約っていうのはこれ一本でお願いしたいと思っています。ただ党としての政策ですよね、ちょっとその書き方が公約となっているのは、地方選挙なんかもあるために、どの選挙の公約っていうのは多分明記しないと思うんですけど、今回の衆議院選挙においてはこの公約一本でやらせていただきたいという意味なので、それ以外の書いていることはあくまでも党の政策とお考えいただければ幸いです。はい、他ございませんか。日頃の人がなかなか喋りづらい環境になってるんだけど、どうぞ。はい、つくねましです。よろしくお願いします。はい、一つお聞きしたいことは、丸山穂高議員は、また何か進展とかですね、はい、どういう状況になっているのかなということをお聞きしたいかなと思います。はい、先ほど32名、候補者の中いるということで、この中に丸山穂高議員は入っています。ただそれは私の中での名簿に入れているということなので、彼の中の発表のタイミングを待ってるんだろうなと。だから、もし丸山穂高君が出ないとなったら別の人を入れるので、32名立候補することは間違いないという意味で32名と言ったんですが、で、実はこの後2人で話を今所信表明を衆議院の方で、衆議院の本会議であるので、それが終わり次第2人で話をすることになっていますので、おそらく彼の性格からして14日の解散の後に正式に発表ということを考えているのかなと思っています。今のところ彼の方から出たいとも 出ませんともお返事は一切、これも2年前からなんですけどね、僕が彼にラブコールを送った時に、次の衆議院は、近畿の比例ブロック1位を用意するからぜひ出てくださいというお願いをしたんだけども、彼は任期満了までは次の選挙の方は僕は考えません、だから別の方当ててもらっても全然結構ですという話があって、そのままその話が続いていますので、おそらく彼の性格からすると解散っていう言葉があって初めて出馬表明をするのではないかと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、あともう一つすみません、昨日会見あったと思うんですが、はい、刑事裁判の一つを簡単にちょっと、はい、私に対する刑事裁判の求刑が昨日ありまして、懲役2年6月、罰金30万円という求刑がありました。1月の20日10時30分から判決ということです。
いわゆる実刑ですねにしろというような実刑にする方がいいというような文言はなく、まあ、僕の知り合いの4人の弁護士さんに聞いてみたところ、まあ、これは検察側は執行猶予でいいと、でそれを、まあ、裁判官があえて検察側の罪よりも重く実刑にするということは、まあ、ないだろうということで、まあ、一番ちょっと懸念をしてた私が収監をされて、まあ、自分が収監されることはあまりそんなにこだわってなかったんですけど、まあ、その間も、まあ、一昨日も昨日も NHK から裁判されて困ってるっていう方のお電話を頂戴していますので、まあ、現在裁判ももう何十件100件以上進行中ですので、まあ、そういう意味では NHK の被害者を守りできない機関が発生することが一番怖いと思ってたんですが、まあ、それはなんとか免れる、最悪の場合はですね免れると。でもちろんこちらは3つの事件、脅迫罪、そして、威力業務妨害罪、あとは不正競争防止法違反、3つの罪に関して全て無罪を主張していますので、まあ、無罪でなければ、3つとも無罪でなければ、おそらく控訴をして戦っていくことになると思います。はい、ただ、裁判をね、わざわざ提起をして、やる気としていただいて、裁判を開いていただいたことに本当に涙が出るぐらい感動しておりまして、普通の被告人ではないと思いますけど、本当に、わざわざ起訴していただいた検察官や、裁いていただいている裁判官には感謝しかないと思っています。はい、もう一点いいですか。どうぞ、はい。公明党さんが確か10万円給付するみたいなニュースをちょっと今日ごめんなさい、捜査あんまりちゃんとしっかり見てるので申し訳ないんですが、はい、なんかそういうのをちょっと上げてられるっぽいんで、はい、この選挙期間になろうとするこのタイミングで、まあ、そういう発表なので、まあ、その辺党首と、まあ、党として、はい、党首として、まあ、そういう、まあ、選挙の戦い方とか、まあ、いいことはいいこととかいうようなこの10万円給付についてどのように考えているかというのを教えていただきたいです。はい、やっぱり国民の皆さんの進化っていうか投票に対しての考え方って相当変わってきてると思っていて、昔だったらタレント議員とかオリンピックでメダリストとかそういう人が票を取ってた時代がありました。で、10年前、もう12年前になりますが、民主党政権が、まあ、政権交代した時も国民1人2万6千円、ごめんなさい、子ども1人、子ども手当2万6千円ですよね、を支給するとか、高速道路無料にするとか、ガソリン税を下げるとか、まあ、バラのような公約を掲げて、まあ、3分の2以上の議席を取ってですね、政権交代したんですけども、何一つやらなかったと。で、多分反動みたいなものが、去年の東京都知事選挙の時も、山本太郎さんが確か、都民に10万円とか何これが配ると言ってたと思うんですけど、もうあれ聞かなくなってるんですよね。どうせお前ら選挙の時しか言わんだろうと、でそれ実現されないだろうというのが出てきているので、まあ、公明党さんがここでそれをおっしゃったことや、まあ、立憲民主党さんは1000万円以下の収入の方の所得税を全額免除するっていうのは、なんかむしろちょっと有権者をなめてるのかみたいな、そういう印象を受ける時期に来ているのかなとは思っているので、逆にそういう公明党さんの場合は不動票がどれぐらい、まあ、大体700万票から800万票ぐらい公明党さんって毎回選挙取られるんですけど、そういう公約を掲げたときにその公明党さんのこれまで取ってきた票が伸びるのか減るのかっていうのはちょっと注目してみたいですね。我々はそんな力がないので、そもそも10万円給付するとかいうことができない政党なので、いうこともできませんが、ちょっとそういうのは見てみたいと思いますね。できるところはそうやって人参ぶら下げるような公約を出したらいいと思いますけど、ね、でもちょっとそこはもう時代遅れなのかなと思ってます。はい。